国連人権理事会、ビジネスと人権、作業部会が8月4日に記者会見を実施。ジャニーズ事務所の創業者、ジャニー喜多川氏、享年87、による所属タレントへの加害問題について、同社のタレント数百人が性的搾取と虐待に巻き込まれるという、深く憂慮すべき疑惑が明らかになったなどと厳しく指摘した。これを受け、8月6日の、週一、日本テレビ系ではこの会見をトップニュースとして放送。出演者のカトゥーンの中丸雄一、39、は、ジャニーズ事務所が設置した外部の調査チームがありますけども、これ実質、第三者委員会とはいえ 100% 透明性があるのかってと疑問を呈し、その部分を今回、国連が入ることで補完されたらいいなという期待はありますねと持論を展開した。ジャニーズ事務所は外部専門家による再発防止特別チームの提言を受けて記者会見を行う予定だが、これについても中丸は外部の専門者チームのまとめが今月末に出るのを踏まえ、来月あたりにジャニーズ事務所の会見があるのかなと勝手に思ってますねとコメントした。スルーの東山紀之には、キャスターを降板するべきと批判殺到。一方でこのニュースをスルーして株を下げてしまっているのが、ジャニーズタレントのトップに君臨する東山紀之、56、だ。東山が MC を務めるサンデーライブ、テレビ朝日系が8月6日、週一に先駆けて放送されたものの、同番組では国連の会見を取り上げることはなく、東山も言及することはなかった。5月21日の同番組で、ジャニー氏の読みに言及した東山は、この件に関しましては、最年長である私が最初に口を開くべきだと思い、後輩たちには極力待ってもらいましたと、後輩たちに発言するのを待ってもらっていたと説明。にもかかわらず、今回はスルーしたこともあり、これらの社会問題ごと吹っ飛ばすぐらいなら、東山氏はキャスターを降板するべきです。国連の調査報告をサンデーライブは放送しませんでしたね。当然、東山紀之氏のコメントもなし、テレビ朝日の忖度は異常です。国連の作業部会のジャニーズ事務所の件は触れないのね。東山さんも、社長会見までコメントは待ってください。くらいは言っても良いのでは?などの厳しい声が寄せられてしまっている。桜井翔は、ニュースゼロで何を話すのか。制作会社関係者が話す。東山さんは、ご都合主義と見られたかもしれませんね。前回は、ジャニーズタレントの中で最初にコメントすることで、ジャニーズ長男坊の立場を見せつけられたとも言えますからね。なのに、国連の問題にまでなった今回は完全スルーですからね。そんな中、8月7日の夜のニュース番組、ニュースゼロ、日本テレビ系でこの問題を取り上げるのか、嵐の桜井翔さん、41、がコメントするのかにも大きな注目が集まっています。6月5日の、ニュースゼロに出演した桜井は、問題の責任が問われている事務所に所属していること、自らも被害者側に見られ得る立場にいることからコメントをすることは難しいと考えていた、などとコメント。その上で、憶測で傷つく人を生むことを避けなければならない。同時に、ジャニーズ事務所はしっかりとプライバシーを保護した上で問題を調査し、二度とこのようなことが起きないような体制を作らなければいけない。そして、あらゆる性加害は絶対に許してはならない、などと涙ながらに語っていた。5月18日発売の週刊文春、文藝春秋では、桜井さんと中丸さんは事務所に第三者委員会の設置を提案した改革派とも報じていました。桜井さんとしてはこの件について言及したいという気持ちがあるでしょうが、まず番組で取り上げるかどうかですよね。国連の調査と会見を受け、テレ朝はまだその姿勢が見えてきませんが、それ以外の民放各局はジャニーズ事務所と距離を取った方がいいのではないかと考えるようになりつつあり、特に報道局からはそういった声が強く上がっていると言います。ニュース番組、情報番組の MC、キャスターにも、ジャニーズタレントは必要ないのではないかという考えも出てきているようで、そうした現場でのジャニーズ外しは加速していくかもしれません。全道、より厳しく見られるのは、東山&桜井のわけ。現役のジャニーズタレントでは、東山、中丸、桜井、ZIP。日本テレビ系に出演する風間俊介、40、らがニュース番組、情報番組に出演している、週一と、ZIP、波情報番組ですが、サンデーライブ、と、
ニュースゼロは報道局が制作するニュース番組、報道番組ですから、より厳しく見られるのは東山さんと桜井さんでしょうね。少し前まで、桜井さんには有働由美子さん、54、に代わって、ニュースゼロの MC を週5で担当してほしいという意向が日テレサイドにはある、と言われたほどです。それは桜井さんが出演する月曜だけ視聴率が跳ね上がるからですよね。ただ、ジャニー氏の闇が問題視されるようになり、その風潮は一転。ここに来て本格的に国際的な問題にまでなり、桜井さんにも逆風が吹いてしまっています。もちろん桜井さん自身に非があるわけではありませんが、ジャニーズ事務所自体が非常にまずい存在になってしまいましたからね。桜井さんの週 5MC プランも無賛してしまったかもしれませんね。前室の制作会社関係者。2ヶ月ほど前には涙ながらにジャニー氏の加害問題について言及した桜井だが、8月7日のニュースゼロでは何を言うのだろうか。画像、まあ、なんて素敵な桜井翔。凛々しくスーツを着こなす、キャスターの顔。5月14日、藤島ジュリー景子社長、57、が加害問題について動画と文書で見解を発表。翌、15日のニュースゼロでも同問題を取り上げたが、桜井は画面から姿を消し、有働のみで進行。一部視聴者から桜井に対し、キャスター失格などの批判が寄せられてしまった。